どうもこんにちは、今日は遊戯王の新しいパックデュエリストパック、ファラオの記憶編、あと名称がデュエルモンスターズ、ちょっとね懐かしいよねこのパック、ちょっと正直狙ってるカードっては特にないんだけども、やっぱねと昔のこの遊戯王のイラスト描かれてたらね欲しくなっちゃったよね。そんな感じでちょっと今日は開封していきたいと思います。ミュージックスタート。さて開封してみた結果がこちらですね。やっぱねちょっと気になってみてね、開けた後調べてみたんだけど、これ当たり箱だったんじゃね。このね見て見て、このウルトラの枠2つ、
これトップ2つでしょ。あんま俺引き良くないで結構仲間内では有名だったんだけどもね。これ今回来ちゃったね。いやー、買ってよかった。またなんかこんな動画できたらいいなと思います。今日はありがとうございました。